あります。あるんですか？もちろんあります。あ、そうなんですね。もちろんあります。これはあの流していい話ですか？大丈夫ですよどうも、サルタメでございます。今回は特別編として、以前私も動画で解説させていただきました、あの転職特業の掛け算の著者である元さんにお越しいただいております。元さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまずですね、私の方からざっくり元さんのご紹介をさせていただきます。はい、あのもし違かったら言ってください。はい、元さんは一言で言えば副業で今5億円ですか？そうですね、年間で売上で5億円ですね。なるほど。5億稼ぐ副業サラリーマンのいわゆる頂点に君臨する方でございます、はい、今本業だとおいくらぐらいなんですか？本業は今1500万ですね、年収でね、もらってる金額が。本業で1500万で副業で5億円稼がれていて、 そうですね、その本業と副業の知見を生かされてベストセラー転職と副業の掛け算を執筆されたという、そんな方でございます。合ってますか？これ今のところ最初ですありがとうございます。副業での柱は今転職アンテナ、転職アンテナがメインになっているんですけど、最近はちょっと軸足を変えて、はい、そのもうちょっと上流のところで、いわゆるそのアフィリエイトの ASP と広告代理店みたいなところを今もう一個会社を作って始めたという感じですね。すごいですね、もうプラットフォームになろうとしてる。そうですね、そうやっぱり手数料でお金を稼ぐのが副業では間違いなく儲かるので。いやすごいですよ、ちょっともう私からすると次元が違うんですがいやいやいや元さんといえば転職と副業という二軸があるんですけども、今回あのメインチャンネルの方では副業というポイントに絞っていろいろお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう早速1問目から私の興味なんですけども、はい、元さんどんなスケジュールで過ごされてますかというところをしたいんですよ。これよく聞かれるんですよね、なんか過密スケジュールなんじゃないかみたいな、はい、いやそうです、すごく稼ぐ人ってもうゴリゴリにやってるしかないはずなんですよ、ね、って言われるんですけど、まああくまで副業で5億っていうだけなので、はい、あのやっぱ本業もあるので普通にサラリーマンやって、はい、僕はその人材の広告の会社で営業を今やっているので、はい、まあ、その会社に出社しなきゃいけない義務が、まあ、当然あるわけで、はい、そのメンバーさんもそうだと思いますけどなので普通に10時に出社して19時退社っていうのがまあ基本そのサラリーマンとしてのスケジュールにあるんですけど、はい、ただまあその中身が結構こうイレギュラーにその副業のアポを入れさせてもらったりとか、なんで本業やって副業のアポやって、副業の取材やって本業のアポ行って、本業の打ち合わせして終了とかみたいな感じの1日を過ごしているので、休日は本当普通に休日で休んで買い物したりとか映画見たりとか本読んだりとかしてるんですけど、あんまなんか夜遅くまで死ぬほど働いてますっていう感じではないです行き着いてますねいや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 、私の休日って正直まだこう駆け出しの副業サラリーマンなんで、うん、まあ今日もねブラックなんですよ本当にもう終日台本書いて録音して、うんうん、ほぼそれで過ごすみたいな感じ。そうなんですね。モタさんはそういう時期ってなかったんですか？僕まあもちろん最初はありましたよ。やっぱりブログ書くのがやっぱ、はい、就業時間中にブログを書くなんてさすがにそれはダメでしょって話で、そう、それとかはもちろん土日に寄せてる時はあって、その時はもう結構土日がっつりやってましたけど、はい、まあ今はね別に自分が手を動かさなくてもいい状況をその作るようにしてきたので、まあ土日はゆっくりまあ自分のインプットを増やすとかリフレッシュするっていう時間に当てるようにして、そこもこう資産を積み上げてきたっていう形に近いかもしれないですね。本当に土日アウトプットだけしてると枯渇する感じがしますよね。枯れちゃいます。もう言うことなくなってきちゃう。あ、そう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 。じゃあ自分も飽きてきちゃうんですよね。そうですよね。また同じルーティーンでやんなきゃいけないってなった時に、次一段階どこに持っていくのかっていうのを考えるのが結構副業では僕は大事かなと。これできてる人なかなかいないと思いますよ。でも本業も同じじゃないですか。やっぱり一生懸命最前線で働く人たちと、まあ、それをこう考えて動かす人たちとっていうのがまあいて、組織って成り立ってるわけで。はい。で今は自分がその最前線で戦ってる人を副業でやってるので、はい、この上に上がるにはじゃあどんなステップを踏んで何をすればいいのかとかっていうのを考えていくのが、まあ、それはそれで面白いし、あの元さんのよくおっしゃる自分としての株式会社でこう出世していくみたいな、うんうん、そうですね。じゃあ元さんももともとはちょっとまあ忙しい時期もありながらも、うん、やっぱり行き着く先、まあ、今もそうですけども、うんうん、あのまあ、なるべく自分の手は動かさないようにしてお金が入ってくるっていう状態を作ったって感じですね。あとここすごく今日お聞きしたかったポイントなんですけども、うん、はい、やっぱり元さんの副業のちょっと皆さんと違うところって、うん、こう尊敬を集めるというかリスペクトを集める副業、うん、でそれでその結果として普通取材に来ないような、うん、あのフォーブスさんとか日経さんとか、うんうん、あの一部上場企業の社長でもなかなか取材に来ないような状態を副業で実現しているっていうところが私元さんのすごいところ、なるほど、皆さんと違うところだと思っていて、うん、そういうリスペクトを集める副業にするための、うん、なんか秘訣、なんか前
インドなのか、そのブランディング戦略なのか、分かんないんですけど、そこら辺を教えていただきたいなと思います。まあ、これは完全営業戦略とブランディング戦略の2つで意図としてやってるところがあるんですけど、はい、やっぱそのブランディングとして僕がやりたいなと思ってたのが、その副業ってやっぱまだうさんくさいイメージがどうしてもあるんですよね、世の中的に見て。そうですね、副業やってるっていうのがあんまりこういいイメージでして、世の中的にまだできてないなっていう感じがあって。そうですね。で、それを自分がやっていて、でしかも僕も匿名で、もともと匿名でずっとやってたので、はい、まあ、今も顔は出してないですけど、やっぱりこううさんくさいみたいなイメージを持たれがちなところがあったの で、やっぱそこを挽回するためにはブランディングが必要だよね。で、はい、じゃあそのうさんくささがなくなるものって、やっぱりその第三者とか自分とか、その自分を良くする人以外のところからの評価っていうものが、その世の中では安心感につながるだろうっていうのを考えたので、はい、それで僕はそうなるものってじゃあ何なんだろうって考えて、はい、メディアというのを使うっていう選択を取って、はい、フォーブスだったり CR25 さんで、まあ、自分のその経験談を話すことでブランディングをしているっていう、使わせてもらっているっていう感じですね。では各種メディアさんも元さんのお話を載せたいっていう、まあ、ウィンウィンではあります、うん、そうですね。これ聞いていいのか分かんないですけども、うん、例えばフォーブスさんとか日経さんとかに元さん自身から売り込むみたいなことってあるんですか？あります。あるんですか？もちろんあります。あ、そうなんですね。もちろんあります。これはあの流していい話ですか？大丈夫ですよ。そうなんですね。これはもちろんあります。まあ、日経さんとかはやっぱ向こうから来ますけど、はい、ホームズさんとかはやっぱりある程度こっちからの売り込みも必要だし、あの人たちにやっぱ認知してもらう必要があるので、そこの認知に届くやっぱりブランディングを自分でしておかなきゃいけないし、次はどのメディアで、次はどのメディアっていう、で、そこに営業かけてもやっぱ断られることもあるし、その段階では。はい、だけど、他のメディアでこう、どんどん上がってくれば、そうですね。これだけ取り上げられてて、あ、この記事でもこんな風に出てるんだってなれば、向こうも、じゃあお願いしますって言ってくれる時も来るし、種まきをちゃんとしておく。自分という商品を、元っていう商品をどういう風にして、フォーブスまで持っていくのかっていうのを、はい、考えて積み上げていくっていう。ありがとうございます。これ、わかんないです。視聴者の方はわかんないですけど、私にとってはマジで超有料級というか、もう心に刻みつけるアドバイスをいただきました。いや。ありがとうございます。元さんもう明らかにすごいというか、成功者中の成功者、副業サラリーマンの中で、ただそんな中でちょっとしくじりエピソードもお聞きしたいなと思いまして。いや、全然ありますよ。元さんにもこんな時期があったのかという安心感をいただきたいですけど。全然あります。一番大きい副業しくじりエピソードは、はい、僕、はい、あのブログバンされたことあって、ああ、なんかボイシーでちょっとお聞きしたかもしれないです。赤バン事件があったんですよ、はい、僕がその、まあ、副業でこれだけ稼いでますっていうのを、まあ、世の中的にこう発信してもやっぱ嘘だとか、はい、うさんくさいだとか、はい、なんかそんな出任せ行ってまたまたみたいな作り話だとか、まあいろいろこう言われるから、はい、いやもうこれはちゃんと写真を撮ってあげてやろうと思って、あのその自分の収益のそのスクショを撮って、はい、ってツイートに今月はこれぐらいでしたみたいなのやったら、はい、一気にその問い合わせがブログのプラットフォームがあって、はい、そこに通報がいったらしくて、はい、ブログって収益目的でやるのって利用規約違反じゃなかったでしたっけみたいな問い合わせがブワーいって、はい、一瞬でその日に赤バンになりました。一瞬でその時あげたのは確か2000万ぐらいだったのかな、はい、今月は2500万ぐらいでしたみたいなツイートをドンってしたんですけど、その瞬間から売り上げゼロですよね。それそっから復活できない。スーパーしくじりエピソードです。ゲロ吐いちゃいます、ね、そっからマジかみたいな。どう復活していくんですか？まあ一旦その交渉はして戻せないかって話をしたんですけど、まあ規約違反だから無理ですっていう話で、はい、まあじゃあもうそれはもうしょうがなかったと。もう一回なんかお名前 .com でドメイン取る。転職アンテナ .com、あ、空いてるっつって取って、はいはい、DX サーバー契約して、はい、でもうどこのブログに乗っかるのも危ないから、もうワードプレスで自分でやろうっつって、はい、もう一回作って、そこからメディア戦略を走らせるようになったんですよ。それまでやっぱツイッターの中の人だったので、むしろその赤バンされたことすらコンテンツにしてやろうっていう、はい、なるほどなるほど、ところと、よりその早く自分の新しく作ったメディアをスケールさせるためにはやっぱりメディアの力が必要だっていうので、そこからもうどんどん売り込み行って、ブログの URL 一緒に貼ってもらって、こんな人でこのブログやっててっていうのでアクセス集めて、で3ヶ月でもうでも全部 SEO1 に戻って。マジっすか？これは本当にみんな驚かれるんですけど、まあ実質ドメイン取って本当綺麗に3ヶ月早で、そう、転職で5位みたいな、転職サイトで1位みたいな。マジっすか？え、それ何年前ぐらいの話ですか？2018年の忘れもしない9月5日ですよ。僕ちょうど意外と最近っすね。そう、僕ちょうどその次の日からハワイに行く予定入れてて、はい、ハワイ行く前日っすよ。連絡して全然楽しくないですね。アカウントを停止しましたみたいな。みたいな。じゃあハワイは
行かれたんですか？行きました。キャンセル料 100% だから。いやもうだから時差が向こうであるから、はい、夜7時ぐらいにこっちの朝10時とかになるのかな、はい、夜7時ぐらいにホテル戻って、はい、ずっと電話とメールとどうやったら戻るんだっつって気が気じゃなかったですよ本当に。気が気じゃないですよね、うん、行きた気しなかったね。まあ別に本業でその時にやっぱ改めて本業やっててよかったなっていうのはすごい思いました、はい、もうそれだけにしてたら収入ゼロだし、その経験がないとそのサラリーマンのその安定してる方に軸足を置いとくことの大事さもなかなか気づけないですね。気づけないし、まあよりそのやっぱり自分でブログを書いているだけでは危ないんだなっていうことにも気がついたから、これはやっぱ最前線のプレイヤーで自分が居続けるっていうのは結構危ないなと思ったから、その上の上流をもっと目指そうっていうのも思ったし、そういう経験がある元さんだからこそサラリーマンである価値もあるよっていう一言は重いですよね、うんうんうん、いや本当に本当にそうですね。副業これからやるっていう人に対して、うん、これまあ本にも書かれてることなんですけど、うん、どんな領域を狙ってばいけばいいみたいな。なんか僕は基本やっぱそのリクルートがやってる領域がいいっていうのはずっと言い続けてて、はいはい、でやっぱあそこって僕の中では結構闇が深い世界だなと思ってるんですけど、はい、彼らが事業展開してる領域って就職、転職、結婚、車、住宅みたいな。そうですね、結構ねこう人が必ずいろんな人の情報を集める領域なんですよね。転職ってどういう風にやるんだろうとか、はい、家決める時って何見たらいいんだろうとか、どうやって最後決めたんだろうとか、結婚式場ってどこがいいんだろうとか、はい、いろいろ人が詳しく、しかもお金が動く、お金が大きい世界だから。そうですね、そう、まあ、就職転職は自分のキャリアかかってるし、結婚住宅はやっぱ大きいお金動くし、やっぱその人に悩みを相談したいし、より正しい情報を集めたいって思うゾーンだから、ここでたくさんそのお金が動いて情報を整理することで彼らは儲かっている、はい、ここってでもその彼らが情報を整理しているんだけれど、そのもう少し個人の経験談の話が聞きたいんだよね、ユーザーとしては、はい、転職って実際なんかどういう風にやってどういう人が成功してんのとか、なんか結婚式場って最終的にみんなどこでどう決めて行ったんだろう、でいくらかかってんだろう実際はとか、うん、いろんな話が聞きたいから、やっぱその体験談だったりその流れだったりっていうのを個人で発信していくことには価値があって、なんかそういう情報を発信していくことでその領域でトップを目指していくみたいなのが一番、そのやっぱお金が動く領域であることっていうのは、はいはい、まあ、副業でお金を稼ぎたいのであれば大前提になるかなとは思っているので。確かにこう並べてみると関連性ってなさそうに一見見えますもんね、うん、でもただその元さんがおっしゃる通り、こう一生に一度のめちゃくちゃでかい金を払う、うん、絶対失敗できない選択っていう軸なんですね。そのお金が動いてみんなに情報を聞きたいっていう領域を、うん、まあ、リクルートのもすげえ頭いい人が選んでる領域、なのでもう出てるってことですよね、答えが。それで時価総額2兆円までいってるっていうのはもうそこに答えがあるよね。これはちょっと流すかわかんないですけど、うん、もっとさ、今は結構収益報告するみたいな文化は、うん、ありますよね、警鐘を鳴らしますよね、うん、絶対やめた方がいいと思うし、やっぱまあもちろんその稼いでるお金がその提供してる価値に対してその見合うものっていうものでもあるとは思うんだけれど、はい、そこじゃないからね、結局何をこの人は提供価値として出していたのか、どんな商品を売っている人なのかっていう中身が大事だと思うから、はい、あまりなんか収益報告とかにはぶら下がらない方が個人的にはいいのかなと思いますね。なんかお金を稼ぎたいっていう、もう欲望まみれの人を引き寄せる、うんうん、あ、そう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 、それでやっぱいいんでしたっけみたいな。そう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 、まあ一種のそれってブランディングにつながってしまうので、そうすると、まあ、まあ人それぞれ副業の方針はあると思うんですけど、例えば元三流というか、うん、その大手メディアにも掲載されてリスペクトを集めるような副業にはどうしてもゴールはならないね。ならないね。やっぱそのフォロワーの、例えばツイッターのフォロワーの集め方みたいな、はい、ノートとかを売ってる人って、それを買って集まる人たちってフォロワーを増やしたい人たちなんだよね、はい、それってその人たちにじゃあ次何響くんでしたっけみたいな話になっちゃって、永遠にその域から抜けられないから、瞬発力はありそうですよね、うん、瞬間風速的に過ぎていっちゃって、 その人のフォロワーも伸びなくなるしっていうのはあんまりいいことがないかなとは思ってます、ね、そっから急に方向転換するのも難しいですもんね。難しいですね。だからまあそこ罠ですけど、瞬発力に期待してお金を稼ぎたいだけの欲望だけ集めると、うん、なかなか難しい展開です。難しいですね。流すかわかんないですけど、はい、皆さん気をつけていただきたいところかなと思います、はい、気をつけてください。あ、これもし何かあればなんですけども、うん、元さんが今もう全くゼロから始めるとしたら、うん、どんなプラットフォームでどんな情報発信をされるとかって何かあったりしますか？そうですね、ゼロからやるとしたらやっぱりツイッターはやりますね。きっとツイッターからやっぱりスタートするかな。一番テキストで、その一番元手がかからない、その YouTube って、まあ今日もこういう風にやらせてもらってますけど、やっぱり大変じゃないですか。大変です。カメラ回して編集して、で台本考えてみたいなとか大変だから、やっぱその手間がなくさささささってできるものから基本僕は始めた方が
その PDCA も回しやすいし、はい、失敗した時のロスも少ないので、僕は SNS のツイッターでまずはそのマーケティングというか世の中でどんな情報を受けるのかなっていうのを探した上で140字しか表現できないので、はい、その延長でもうちょっと聞きたいっていう話をブログに持ってきて、でブログに読者を集めて、でそこからさらに上流のプラットフォームに自分が、まあ、例えば今度はブログを作れるプラットフォームを作っていくとか、はいはいはい、みたいな展開に持っていくかな。もう最後になっちゃうんですが、うん、はい、これ聞いてる方、やっぱり視聴者の方、サラリーマンの方が非常に多いと思うので、うん、サラリーマンでも副業サラリーマンっていう軸でもいいんですけども、うん、何かこう元さんからメッセージ、なんかみんな元気になるメッセージがあれば。元気になるメッセージ、はい、やっぱその本業で成果を出し続けるっていうのを考え抜くのが一番まあ大事かなと思いますね。やっぱその今やってる目の前の仕事が、はい、その自分の給料に還元されてるとは思うんですけど、はい、もっとその給料以外のところでその人脈だったりとかその経験値だったりとかいろんなその自分の資産になってると思うので、作業をせず仕事をするっていうことに意識を持っていきながら、はい、それを横展開で副業とかどこかに持っていけないかなっていうのをつなげていくっていうのが大事なんじゃないかなと個人的には思ってます。だし僕もそのなんか今ね、今でこそそんな風に取り上げられてますけど、別に普通のサラリーマンなんで本当別にもうさすがに元さん普通のサラリーマンからなくなってきますよ。いや普通にもうね、クレームが入ったら頭下げ行くしすいませんでしたっつって行くし、全然普通のサラリーマンでもまあこういう風になれるので。元さんの今日のお話聞いててもやっぱり何やるにしても本業も副業もこう上流というかちょっと俯瞰できるような視点にどんどん上がっていって、うんうんうん、まずファーストステップとしては本業でこう俯瞰できるような立場になっていって、そう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 、おっしゃる通り、その上流に行く視点を手に入れたら意外とそれは副業にも転用できる。ね、だ具体と抽象の行き来っていうのを本業で結構トレーニングしていくといろんなことができるようになるかなと思うし、サラリーマンとしての市場価値も上がるのでおすすめです。ありがとうございます。いや私もサラリーマンで今30歳で微妙な立場なん で、うん、で油断するとすぐこう俯瞰じゃなく、うん、作業して気持ちよくなるみたいなやっと気になりますね。そうそう、あ 今日頑張ったな、8時までやっちゃったよ、ね、ビールがうまいなっつってちょっとまあ俯瞰するみたいな、まあ、上流で、うん、まあ、作業で満足感を得るんじゃなく、そう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 、俯瞰してみんなが今日の成果ってなんだっけっていう問いに答えが出せるかどうか、もう仕組みを作るぐらいの気持ちを本業でやって、それをやっぱサラタメの YouTube 活動にも、うん、当てはめていくっていう、私もこういうシャカリキのもうブラックYouTuber じゃなく何かもう少し上がっていけますからね、さらにインプットができる、うん、ではありがとうございます。ありがとうございました。元さんからいただいているお時間も迫ってまいりましたので、まだまだお聞きしたいこともあるんですが、ここら辺で締めさせていただきたいと思います。あと多分ですね、気になっている方もいらっしゃると思うんですけども、転職っていうテーマのお話もですね、多分お聞きしたいあの人いると思うんで、それは私のまた別の転職チャンネルで深掘りさせていただきたいと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回は特別編として、転職と副業の掛け算の著者である元さんをゲストにお招きしてインタビューさせていただきました。元さんありがとうございました。ありがとうございました。See you next time.